Do you want to improve your decision making and reactions in Tekken? Try E-Advantage. E-Advantage is a brain boosting supplement designed for higher competitive gaming. It works by combining powerful healthy ingredients like energy supporting vitamins and brain boosting nutritions so that you can finally hit that sick whiff punish or get that rank that you always wanted. Check out E-Advantage by clicking on the link in the description. The first 50 clicks will get a discount of 13.5% by using the code GENDA13. Thank you for listening and enjoy the video. はい、画面左側が田中選手、アンナ・ウィリアムズを使います。対するはノクティスを使うユウ選手。壁のあるステージが選ばれておるので、ただちょっと広めのステージになりますかね。壁を壊すことができれば、広めのステージに移行しますので、そうなると中間距離で戦いたいユウ選手としてはいい展開が作れるんじゃないでしょうか。さあ、まずは第1ラウンドです。手を出していくのはユウ選手、下段をガードしているか。さあ、田中奈選手体力4割5割と奪われているこの状況をどう逆転していくか。うまい。ここは壁を破壊して空中コンボを決めていく。ガードしている。反撃を返していきます。接近戦、一旦距離を取るか、回れない。おっと、カウンターヒット取っていきます。下段一発から中段下段読んでいる。言う後がないが、お互いガードがないが、ローキックで冷たく削り取っていきました。さあ、1対0。1ラウンド目アンナのいいところいきましたね。結構、はい、うまい。ここカウンターヒットを誘発してダメージを取りましたね。ユウとしてはもうちょっと離れた距離で戦いたいんですよね。はい、なので技を当てることによってリーチ距離を当てていきたいんですけれども、この技ですね。この技が強いんです。これです。ノクティスがオラーというロイヤルスラッシュ、これが非常に強いんですよね。で、まあ、見ている人は分かると思うんですけども、ノクティスはさまざまな武器を召喚しながら戦うという独特なスタイルを持っています。はい、なので先ほど言ったロイヤルスラッシュという技が大きな剣を使って振りかざす技なんですけれども、とんでもなくリーチが長くてどんな距離からでも、まあ、大体届くだろうと。これですね、はい、なんでノクティスを初めて使う人におすすめするとしたらあの技ですね。そうですね。まずは接近戦ではただ発生が遅いので使えないので、これですね。これはね、ガードされても大きな反撃を受けないんですよね。それが非常に強い。さあ、その対応を田中がどうしていくかってところが見どころです。はい、さあ、壁際うまい一発下段。これでユウ選手がリーチ。田中奈選手は1ラウンド目を取ったんですけれども、カウンターヒットを誘発することによってダメージを取っていたので、このラウンドをまたそこを再現していきたいところですよね。下段上段からの、ここは潜り性能のある技に切り返していく。うまいですね。細かい固め、この槍も非常に強力。デルタスラスト、そうですね、槍とこのアッパーが2択になっているので、あの距離はノクティスの有利なゾーンですね。はい、1対2、下段で崩していく。さあ、どうせ、レイジ状態が発動している田中だったが、ギリギリ耐える、ああ、いい打ち、ギリギリの差でしたが、この試合を取ったのはユウ選手。はい、そうですね、見てる方に、お伝えしておくと、2試合選手なので、先に2勝すると勝ち抜けとなります。はい、まあ1試合目の展開としてはやはりロイヤルスラッシュ、ノクティスのロイヤルスラッシュでしたか。そうですね、あれを一発食らってしまうと、まあ、コンボも絡めて大ダメージが期待できるので、あそこをどう修正するかが2試合目の見どころですね。そうですね、あのロイヤルスラッシュの中段攻撃の対、となっている下段攻撃が、槍のデルタスラストなんですけれども、そうですね、先ほど対応してましたね。通称セイなんですよね、はい、セイとオラ、どっちが来るか。セイとオラの2択が、かけられてるんですけれども、セイの方はあの田中奈選手がうまく左側に横移動をして空振りさせてるシーンがありましたので、ちょっとユウ選手としてもこの後デルタスラスト、槍、セイを打ちづらくなってくるのかなと思います。そうですね、2試合目の展開気になりますね、その辺が。さあ、第2試合です。さあ、アリーナステージ選ばれたのは八角形のアリーナステージ。ここは比較的、まあ、広くはない。そうですね、標準的な広さのステージですね。さあ、第2試合です。接近戦、アンナは接近戦が細かい展開が早くて非常に強いんですけれども、それで騙した相手に強力な2択攻撃を仕掛けるのが強いんですよね。そうですね、そこが強みであり、マヌカナがアンナのいいところを見せたいって言ったのもまさにそこですね。はい、そして接近戦での強さはアンナの方が上。
接近してしまえば、コートの、そうですね、奥さんで有利に勝ちます。しかし、ここはカウンターヒットという理由。さあ、レイジを生かせば、うまいパワークラッシュ。ああ、素晴らしいですね。相手の攻撃を受け止めつつ、攻撃を出し切れるパワークラッシュで切り返していきます。1対0。エランカードから反撃が最大だ。うまいぞ、カウンター。横井です。やや守り気味の戦いですね。ここから攻めの展開を作りたい相打ちですが、いやしかし優選手も持ち前のその手前横井の、おうまいシフトブレイク下段きた。思わず田中のあーって声が出てましたね。今こっちまで聞こえる、はい、聞こえましたね。大きな声でしたね。さあ1対1です。ユウ選手もその持ち前の構築のうまさで、そうですね、アンナに対してね、接近戦競り負けてないんですよね、はい、横井戸がよしよしうまいですね、はい、さあしかし横井戸を捉えていきましたね。そうですね、封じていきました。下段一発下行った。これがアンナの2択。ガードしている、しっかりしゃがんでいる、うまい。ついにしゃがみましたね。ノクティスのボディの後の上段蹴り、そうですね、非常に強力なんですが、しゃがまれてしまったら無力と。なかなかうまいですね。いいですね、ガードしてる、冷静にガードしている。さあどうだ、中段、これは反撃です。うまい、どっち、うまい、ナイスしゃがみ、完璧上段しゃがみ。ここは田中がきっちり決めて、はい、試合カウント 1-1 に戻していく。戻しましたね、1対1。最後もね、田中選手はちょっと空中コンボ、入れてるパーツのリーチがもしかしたら足らないかもしれないなっていうぐらい距離が離れちゃったんですよ ね、 そうですね。なので前ダッシュから、斜め左下 1LP、うん、で、安定コンボで倒し切っていきましたね。しっかりしましたね。さあこれで 1-1 勝った方が勝ち抜けとなります。さあ選ばれたステージは1試合目と同じイタリアステージ。こちらのステージは、先ほども申し上げました通り、バルコニーブレイク、壁を破壊することができまして、壁が破壊したら広いステージになります。そうなるとユウ選手にとって、まあ、ロイヤルスラッシュをはじめとしたリーチの長い技がかなり使いやすくなっていくと。そうですね、まずだから上のフロアにいるときにタヌカナとしてはラウンドを取っていきたいと、はい、しかしジレンマですよね。壁を破壊することによって田中選手としてもその状況でのコンボダメージは残せるわけですから、どっちを選択するかっていうのは田中の判断力が問われるんじゃないでしょうか。これが決定戦です。第3試合、田中対ユウ、デルタスラスト、下段一発から押し2択攻撃ですね。なるほど、先ほど上段をしゃがまれてる連携なので出さずにデルタスラストで崩していきました。まずは1ラウンド目はユウが取りましたね。非常に老快な戦略的な配分です。さあしかしコードリレインボーが待っている。これは壁が絡んでいくが、何コリンブレークはしない。なるほど、大きい下段キックをケアしながらの攻撃ですね。バッカナうまい、上段部分をしゃがんでいます。さあ引き切っていく、攻めで取り返す、素晴らしいですね。さあ1対1、ファイト。やはりコートリーレイン、そうですね、リーチが長いのでパタパタパタなんですけども、中間距離から飛び込むのに非常にいい技です。で、これがロイヤルスラッシュ、はい、壁が絡んでこのダメージ量、さらに置き攻め、下段一発、あ、チャンスになるか。ユウはここを逃したくないぞ。そうですよね、シャットアウトしていきたい。さあユウがリーチ、ロイヤルスラッシュとデルタスラッシュと双方共に機能しているので、ユウ選手としてはコピペースを守っていきたい。1対2、下行く、うまい、通してきた。下段一発からユウはパリで切り返す、あめえよ。しかし首刈り投げ、結構減る。さあどうだ、ロック一発、相打ち OK、 ファイナルラウンド、どうなるこの試合。最終ラウンドです。先に体力リードを取るのが非常に重要になる。うまい横井戸から、やはりアンナといえば左横井戸、ここで下のステージに1個ステージが広くなる。さあもうすぐレイジが発動するか、どうだ、ノクティスが優勢なステージになるが、下段を攻めていく、ランドスリップ、しかしコンボミス、痛恨のコンボミスです。いやまだレイジが絡めば逆転がある。レイジドライブヒット、からの
ボックスに追いついてるぞ。いやここでレイジャーツ、うわギリギリですがレイジャーツを決めていって優の勝利、大技炸裂、勝ったのは優選手の勝利となりました。おめでとうございます。見せてくれましたね。いやでも、はい、アルカナもすごい。